それではですね、まず娘メンバーですね、全部で 1,2,3,4,5,6 個ですね、それぞれメンバーバラバラです。で今ちょうど猫が邪魔に来てますけれども、まずです、下の2つからいきますね。これだけはですね、バレンタインではなくて、別のですね、年明けの2021年最初のですね、ガチャであげたものです。まあ、ぶっちゃけ言うと本当はバレンタイン買う予定だったのが間違えて購入した分です。一つがですね、これルーラの方なんですけど、森とちいちゃんですねの絵馬、頭が良くなりますように、これネットでもね話題になりました。ちいちゃん、まあ何回か見てますけども、写真集も、現時点では唯一、2冊分持ってるメンバーですね。今度は朝倉キキちゃんのが来週入って、キキちゃんもまあ2冊分買ってるメンバーとなります。最初ですね、2019年の夏の ZDA 全国同時握手会でちいちゃんと握手したという思い出があり、でその隣がですね、これ北川リオちゃん、オンちゃんですね。オンちゃんもね、ほんと好きなメンバーなんですよ。写真集も買いましたし、歌声とそして身振り手振りがある意味やかましいのが可愛らしいなというふうに思ってます。そしてですね、こちらの上のがですね、バレンタインガチャですね。うまくいけば、ですね、FSK 大きいのが当たるんですけれども、木ごとに並べてます。ですね、こちら、10期と11期ですね。このホワイトチョコはですね、ちなみにレア度が高い、いいキーホルダーなんですね。まず、佐藤まーちゃんですね。もう、娘のエース。何回か、まあ、3回パフォーマンス今まで見させたことありますけども、この間、熊本公演最前列見たんですけど、ほんとまーちゃん、結構スタイルも良くて、やっぱ歌がうまい。ジェラシーの煽りがやっぱあって、ね、人気が出てます。現在ちょっと体調不良でお休みしてますが、ぼちぼちお仕事の方もですね、4月末になって復帰されているということでですね、ぼちぼち、ね、頑張ってほしいなというふうに思いますし、焦らずに、ね、待ってます。で、こちら、歌姫11期、小田さくらちゃん。もう髪の毛が紫、てかピンクですね。最近、2021年4月末ぐらいにですね、紫色にまた髪をね、変え直してますけども、もうね、歌が上手くて、ね、カウントダウン TV ライブライブも歌ってましたし、この間の熊本のハロコン、まあちゃんと一緒に出てましたけど、やっぱね、歌が上手い。もう彼女はですね、このうっとりとした魅力、ね、楽しんでいただきたいと思います。で続きまして、12期の牧野マリア。ですね、マリアンラブリンですということで、まあ私がその2019年の夏の全国同時握手会で、まあ3回ぐらい握手してるんですけども、彼女のおかげで、私も15年ぶりにハローオタに復帰した、まあ現代、まあ正直3番推しにはなってますけども、やっぱり注目のメンバーですね。多分一番ですね、そう接触もそうですし、握手も結局4回しましたし、パフォーマンスも多分6、7回これまで見ている、ハロプロで一番こう現場率が高いメンバーでございます。ほんとスタイル良かけんですね。で、13期の横山玲奈ちゃん。横山はですね、現状2番推しなんですけれども、まあ私が昔好きだった子に似てるという、それだけの理由があるんですけども、結構ね、鉄のハートがあって面白いのが特徴ですね。年末のですね、インターネットサイン会、牛最大だけのに、の時ですかね。横山のサイン、応募したんですけど、サインは来ました。ただ放送中に名前は呼んでいただけなかった。そんな悔しさがございます。ということで、以上が娘分でございました。続きまして、アンジュルムでございます。全部で、まあ、3つですけれども、実質2人です。まず、セブリーダー、河村ですね。最近、本当、地元、高知県の、まあ、観光大使になられてて、こう、今度、高知公演がまた、ハロコンありますけども、そのために、ね、わざわざ高知に帰って、お父さんと一緒に、こう、高知市内回ってるそうですね。本当に、ですね、高知愛がですね、すごい強いですね、彼女です。まあ以前から私も申し上げておりますけれども、実は私の高知県の青年団のその先輩がですね、なんとカームとご親戚すぎということで、まあ詳しくは言えませんけども、この間かなりすごいレアな
場面のですね、カームの写真も見せていただきまして、まあ、コメントでよくですね、カームのブログには、コーチの知り合いがいるということは、まあ、よく伝えています。この間の熊本公演で目の前で最前列見ましたけど、ほんとカームの足長。もう、カームとアカネチンと、あと、江口さやちゃん、この3人、ほんと現場、カノコン結構間近で見ると、足長いです。で、続きまして2つあるんですけれども、これ、いずれも、橋迫凛ちゃんです。凛ちゃんね、ほんと、最初私もちょっと、取り留めがないというか、あまり正直興味なかったんですが、去年の夏ぐらいですからね、だんだんとこう、凛ちゃん、注目してきましたね。歌も少しずつ上手くなってますし、この可愛さがね、光ってますし。でですね、凛ちゃんほんと最近変わったのが、アンジュルム新メンバーが入ってからまた伸び伸びになってますね。こう、覇気も出てきた感じで、笑顔も増えてきたなっていうのが本当に、ちょっと安心しましたね。為永志穂ちゃんとほんと仲良しで、このね、先輩になった凛ちゃん、ね、ほんとブログとかも面白いので、まあ、爬虫類が苦手な方はですね、ご注意なんですけれども、いや、今回レアバージョンと通常バージョン二つもね、いただいて、実際パフォーマンスも何回か生で見させていただきまして、ほんと素朴な感じで、けどもう少しこう、本来のブラックリンちゃんも見たいなというふうに思います。以上ですね。アンジュルムは三つでした。続きまして、ジュースジュースですね。今収録している2021年4月22日、一週間後です、新曲が出ます。で、くしくも、まあ、バレンタインは2月だったんですけれども、ご覧ね、お気づきになった方、まさかのメンバーというか、まさかの展開になると思ってなかったですけど、まあ、順番でご紹介します。まず、リーダーですね、金沢智子ちゃんですね。もう私も、ね、もともと結構好きで、ラジオとかでも、ほんと、アナウンサーのような、色っぽい声で好きなんですけれども、今回のダウンタウンと頑張れないよの、まあ、インターネットサイン会、かなとも分も応募したんですが、残念ながら、名前呼ばれませんでした。落選です。まあ、サインはいただきますのでね、かなともの、ね、今度いつか名前を呼んでいただきたいなというふうに思います。パフォーマンスは一回だけハロコンで見させていただきましたが、もう、平彩香さんのジュピター、色っぽい。続きまして、高木さゆきちゃん、サイウェイ。まあ、ご承知の通りですね。ちょっと、いろいろとありまして、残念ながらもう今、ハロープロジェクト及びアップフロントの事務所も辞められて、まあ、新しい道を歩まれてます。最近ツイッターね、でやられてますけれども、もうサイウェイはとにかく歌姫ですね。先ほどのモーニング娘。のですね、小田さくらちゃんと共に、ミーシャさんの今会いたいとかもかなりいいですし、実は昨年の秋の大分のハロコンでもね、来てくださいましたし、その後の、熊本のハロコンでも私サイレンズで見て、歌にうっとりしてて、特に熊本のハロコン1月だったんですけども、あ、なんかサイベ、すんごい髪型もね、可愛くなって、雰囲気いいなと思った2週間後に、まさかの展開だったんですけどもね、まあ残念ですけれども、まあね、新しい道でも頑張ってほしいですし、まあこの缶バッジ、ある意味じゃレアかもしれません。そして、やさおうなるほどとかですね、松永りあちゃん、やふぞーというですね、ニックネームですね。まあ挨拶の、ブログの挨拶の言葉なんですけれども、彼女はほんと最近私ちょっと注目してます。もともと正直あんまり推してなかったんですけど、だんだんとこう、まず歌がうまい。低い声も出せて大人っぽいところと。そしてですね、先日のダウンタウンとね、頑張れないよのインターネットサイン会、大暴れでしたね。もうびっくりするぐらい。まあ、あれがね、もともとのリアイちゃんだという感じなんですけれども、この、ね、大人っぽいですけど、今やっと高校に入ったばっかしということで、で結構やっぱ子供っぽいところもあって、そこも愛嬌があってこう、まあ、掘れば掘るほど、すんごい注目なメンバーだな、というふうに思ってます。ということで、新曲、そしてオーディションもね、控えています。ジュースジュースでございました。続きまして、つばきファクトリーですね。つばきはですね、残念なかと言ったらあれですけども、1名のみです。
現在二押しのですね、谷本亜美ちゃん、アンミーです。しかもレアバージョンが当たりました。まあ、アンミーはですね、先日私インターネットサイン会で、名前を呼んでいただきました。どうもですね、まあ、私の名前椿メンバーには本当に読みづらいらしくて、ツボにはまってましたね。この人の名前受けるみたいな感じで、まあ、それが私だんだん嬉しくなって嬉しくんですけれども、去年のですね秋の、ハロコン大分公演でも来てくださいました。ちょうど誕生日の前の日で、しかも翌日は写真集が出るということで、本当アンミーにと、まあ、私にとってですね、そのアンミーが本当にいいタイミングで来てくださったこと、これが本当嬉しいですし、本当にまあね、DVD っていうか、あの写真集の DVD も面白いですし、こうやって美人ながらおけつまん、そして笑い声が面白い、本当不思議ちゃんですね。どんどんアンミー沼にハマっていく人増えるんじゃないかなと思ってます。ツバキャクトリーコンプリートまで道は遠い。続きまして、最後にビヨーンスの皆さんですね、3名分当たりました。まず地下鉄の島倉理香様、まさにレアバージョンが当たりまして嬉しいですね。ですね、実はまあ僅差で1位で2位がこの日なんですけれども、先日ですね、新曲のインターネットサイン会、リカ様に名前を呼んでサインもいただきました。ありがとう。いや、本当リカ様はこの大人っぽいですね感じですけれども、お嬢様風な少年、結構中身は少年ですね。こういろいろ自然と触れ合ったり、ミヤマクワガタが好きだったり、恐竜が好きだったりなんですね。そのギャップが面白い。で、まあ、もともとほのびがね、いいなと思ってたんですけど、2020年、こうコロナ禍で、まあ、一つがですね、もう正直言うと、写真集が相当大胆だった。思い切って、これはね、結構見応えがある。写真集で時も抜かれた。で、秋には、このハロコンでね、中森明菜さんのスローモーション、2、3回現地で聞かせていただいたんですが、もう自分なりの、まあ、古木隆夫さんバージョンで、本当、切なさもある、本当昭和歌謡が合う、ね、リカ様です。まあ、リカ様最近大竹栄一さん、ね、サブスクリプションなどで有名になってますし、いろいろと昭和歌謡を語る中で、大竹栄一さん、そして恋するカレンの、ね、歌も出してますけども、もう私も最近恋するカレンハマってまして、ディーンと皆様もカバーされましたし、いつか実はもう、もし個別でいけるならば、この大滝栄一さんのお話をしたいなというふうに思ってます。続きまして、シーズニングスの平井美代ですけども、リーダー平井美代ちゃんですね。最近は演劇眠れる森の美代でね、王子様の役ということで、かなり美代ちゃんうまいということで、相当今注目されているメンバーです。ちょっと私なんか今度その眠れる森の美代の配信もあるということでですね、ちょっと本当に見てみようかなと今考えてはいます。ね、このボーイッシュな感じでありながらですね、結構やっぱ乙女心もあって、リカ様がですね、ビヨーンズのメンバーの中でなりたい顔1位だったんですけれども、ミオちゃんは、名前、ミオという名前になりたいっていう子が多いんですよ、ビヨーンズの中で。この美しい葉っぱ、でミオって響きが本当に日本の女性らしくてということで、ね、宝塚風な、ね、こう演劇もあって、で歌も去年ハロコネ2回聴かせていただきまして、海の声、こう渋いで、そして沖縄の節回し、これね、やっぱ、まあ、紫色のメンバーですけれども、ね、まあ、紫色ですけれども、スキルメンバーが多いので、こう徐々にこうハマっていく人で増えています。で最後ほのび、ごめんなさいね、今もともと最初一押しだったんですが、リカ様に抑えて2位ですけれども、ただこの間のハロコンの福岡公演、まあ、割と前の方に行ってたんですけれども、外羽が可愛くて、そしてビヨンズの初めて演劇も見まして、ってかパフォーマンスですね、高輪ゲートウェイとかガンデンバンジージャンプ見ましたけど、ほのびがやっぱりいいところ、セリフもね持ってって、やっぱほのびいいなというふうに思いましたし、ね、紫色のペンライトを見たら、心なしか何回か私の方を、ね、振り向いてくださったようなね、春オタあるあるですけれども、ね、ピアノもできて、イラストもうまくて、剣道も2段ですね。
本当にこの才色兼備とはね、彼女のことだというくらいですね、注目してます。余談ですけど、今日、ホノピのですね、定規を私持ってますけど、今日仕事でも使いました。だんだん恥ずかしくなりました。ビヨンズの皆さん、本当にありがとう。